それではまずはじめに動画を上映いたします。動画は本日ご講演いただきます山中様が所長を務める京都大学 iPS 細胞研究所の紹介動画でございます。それではどうぞご覧ください。一度進んでしまった細胞の時間を巻き戻して作るのが iPS 細胞です。とっても小さい細胞ですが、大きな可能性を秘めています。私たちの体を形作る細胞は、元をたどるとたった一つの細胞、受精卵にたどり着きます。受精卵が2つに分裂し、分裂を繰り返して役割分担しながら体を形作る220種の細胞となるのです。一度役割分担をしてしまった細胞は、他の細胞に変化する能力を失ってしまいます。山中伸弥博士らのグループは、たった4つの因子を加えるだけで、一度役割分担した細胞から再び体中のさまざまな細胞に変化する能力を持った細胞、 iPS 細胞の作成に成功しました。2012年には iPS 細胞作成の発表からわずか6年でノーベル生理学・医学賞を英国のジョン・ガードン博士と共同で受賞しました。細胞の初期化に成功した iPS 細胞は無限に増殖します。さらに条件を工夫すれば、さまざまな細胞に分化することができます。患者さんの細胞で作成すれば、その病態を再現したり、新しい治療法や薬の開発につながります。また正常な細胞を患部に移植する再生医療も期待されます。これまでにない新しい医療となるため、新たな倫理課題を生まれました。 iPS 細胞技術をどのように育んでいくのか、社会の中での合意が必要になります。 iPS 細胞の基礎から応用、倫理課題まで一貫して研究しているのが京都大学 iPS 細胞研究所です。体の細胞が iPS 細胞になるときに何が起きているのか、次世代 DNA シーケンサーで細胞内の DNA についた分化の目印を調べたり、蛍光顕微鏡で核の中の DNA の配置を観察したり、初期化に関連する因子の役割を分子レベルで明らかにするなど、さまざまな角度から解析しています。 iPS 細胞の医療応用を進めるためには、基礎的な研究も欠かせません。また iPS 細胞を使うことによって、新しい生命科学や医療を開発できる可能性もあります。私たち iPS 細胞研究所では、このようなオープンラボで多くの研究者が自由にディスカッションしながら日々研究開発を進めています。
ています。細胞の初期化に成功した iPS 細胞は無限に増殖する力を持っています。さらに条件を工夫すれば様々な細胞へ分化することができます。どうしたら目的の細胞へと分化してくれるのか、シャーレの中で拍動する神経細胞やドーパミンを産生する神経細胞など効率よく様々な細胞へと分化させる方法を探求しています。 iPS 細胞の利点の一つは患者さんの細胞から作成できることです。細胞レベルで病気を再現することで病気の原因を探り、新しい治療法や薬の開発につなげることができます。 iPS 細胞作成はまだ生まれたての技術です。医療へと結びつけるために基本特許を取得し、世界中の研究者が安心して研究できる環境づくりに取り組んでいます。また、医学応用を目指して細胞を調整する施設を運営し、多くの方に移植が可能な特殊な細胞の型を持った iPS 細胞を備蓄する再生医療用 iPS 細胞ストッププロジェクトも進めています。またどのように社会の合意を得ながら研究を発展させたらよいのかを考える倫理研究を進めています。 iPS 細胞研究所では2016年の段階で30以上のグループが iPS 細胞の可能性を最大限引き出すために基礎的な研究、医療応用に向けた研究、そしてさらに基盤づくり、これらに向かって日々頑張っています。医学応用に向けては実験を補助するテクニシャンや知財の規制、倫理、広報の専門家など研究支援者によるサポートが必要になります。ご寄付を募りながら研究支援体制の充実を図っています。2010年当初100名程度だったスタッフも2016年現在では400名を超えています。一日でも早く患者さんのもとに新しい治療法や薬を届けるべく気持ちを一つに研究に取り組んでいます。続きまして、講演に先立ち、講師のご紹介をいたします。琉球新報社取締役読者事業局長、塩平義和が務めます。塩平局長、よろしくお願いいたします。県内各地からご参中の高校生、大学生、一般の皆様、ようこそ琉球新報ホールにお越しいただきました。この講演会は、皆さんご存知かと思いますけど、沖縄科学技術大学院大学 OIST と琉球新報社が、取り組む次世代育成事業、科学立憲、世界へ羽ばたけ、未来の科学者、沖縄からノーベル賞をその一環で開催いたします。この度はノーベル生理学医学賞を受賞した京都大学 iPS 細胞研究所所長で教授の山中伸弥さんをお迎えしました。科学者を目指す沖縄の生徒学生の皆さんに知の巨人であるノーベル賞受賞者の講演を聞いていただき、研究者への道を切り開き世界へ羽ばたいていって行ってほしいと願っております。科学の発展に、人々の幸福に貢献できる人材が沖縄から数多く誕生することを期待しております。山中様の略歴の称賛につきまして、お手元のパンフレット、ご参照いただければと存じます。山中様は大阪府東大阪出身で1962年9月まで56歳でございます。1987
1997年に神戸大学医学部をご卒業後、1993年に大阪市立大学大学院博士課程を修了され、医学博士号を取得し、その後、米国留学や日本の大学の研究室において再生医療の研究を続け、2006年にマウスの iPS 細胞、2007年には人 iPS 細胞の作成に成功し、2012年にジョン・ガードン博士とノーベル生理学・医学賞を共同受賞されました。2010年4月より京都大学 iPS 細胞研究所長教授で米国グラッドストーン研究所上席研究員も兼務されております。今日まで iPS 細胞研究所長として、iPS 細胞技術の医療応用を実現するために iPS 細胞を用いた病態解明や、薬作り、創薬ですね、創薬、再生医療などの革新的研究を推進されております。山中様の iPS 細胞の開発は、病気や怪我で失われた組織を補う再生医療や難病の原因をたどる研究、新薬開発など無限の可能性があるとされ、医学界に一大潮流を巻き起こしております。それから山中さんといえば、皆さんも、テレビ、新聞等でご存じかもしれませんが、マラソンが趣味であることも、で趣味であることが知られております。完走タイムが4時間を切るスタブ4を達成しておられ、2月の東京マラソンでは3時間半完走されております。弊社が2月に主催しております沖縄マラソンにもいつか、お招きしたいなというふうに考えております。先ほど山中先生と少しお話ししましたが、早速今朝もですね、大沼公園を気持ちよく走られたということです。まさしく文武両道を自で行く先生でございます。今日のこの講演を とても楽しみされていたというふうにも聞いております。まあ、それでは、略的紹介とさせていただいて、大きな拍手で山中先生をお迎えください。よろしくお願いします。中学生ぐらいの時に、仕事中に怪我をしまして、怪我そのものはそんなに大したことないと思ったんですが、その治療の過程で出血を予想以上にしてしまって、その結果輸血をすることになりました。こういう輸血ですね。で、幸い怪我は治ったんですけれども、この輸血が原因で肝臓の病気になってしまいました。肝炎と呼ばれている病気です。で、今は輸血して肝炎になるということはほとんどないんですけれども、当時はですね、原因のウイルスが分かっていなかったので、輸血の血液にウイルスが混じっているかどうか調べようがありませんでした。
原因が分かっていないので治療法もないということで、どん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 元気だった父親が肝炎からやがて肝硬変という重い肝臓の病気になってしまいました。でその姿を見ているうちにちょうどもう高校生ぐらいになっていましたが、すごくこう医学の興味を持つようになりました。また父親も自分の健康がどんどん損なわれていくということもあったかことも原因の一つだったかもしれませんが、僕に対して自分の工場ですねはもう継がなくていいと、それよりも医学部に行って医者になったらどうだというふうに勧めてくれるようになりまして、あんまり父親の言うこと聞かなかったんですけれども、その時は言うことを聞きまして医学部に入りまして、で昭和60年もう今から三十数年前ですけれども、一旦は外科医になろうと思いました。外科の中でも整形外科医ですね。自分が骨折10回以上したので、なんとなく整形外科に対する興味も非常に強くなったんだと思うんですが、お医者さんの卵になりました。でその頃にはですね、父親の病気随分重くなっていまして、入院することを年の半分ぐらいは入院していました。依然として治療法はまだありません。ですから医者になった僕が父親にやってあげることといえば、もう点滴をして栄養補給をしてあげるくらいしかできなかったんですけれども、で父親も非常に苦しそうにしていましたが、その中でもですね、実の息子から、点滴とはいえ治療をしてもらうことを、なんかこう苦しい中でもこうとっても嬉しそうにしていたのを覚えています。やっぱり自分の息子がこうから治療を受けるというのが父親にとってはすごく嬉しかったんだと思います。ただですね、やっぱり治療法がなかったですので、医者になった翌年の昭和63年ですね、もう昭和の一番最後の方ですが、とうとう父親亡くなってしまいました。まだ58歳でしたけれども、僕は25歳でした。まだまだ父親に常をかじりたかったんですけれども、でこの父親の死というのが、医者に外科医になったばかりの私にとっては非常に大きなこう何と言いますか、心の傷と言いますか、無力感、せっかくこう医者になったのに父親にさえ何もしてあげれなかったというものすごいこう、ある意味罪の意識に苛まされまして、どうしたらですねこういう今の医学、当時の医学では治すことのできない患者さんたくさんおられるわけですが、どうしたらこういう方今は無理でも将来治せるようになるかなと思って始めたのが医学研究であります。そこから一旦は外科医になろうと思ったんですが、方向転換しまして大学院に入り直しまして、もう一度学生をして研究のイロハを学んで、で今に至っているわけであります。でこのですね、父親の命を奪った病気ですが、その後どうなったか、あとスライド1枚だけ使って説明したいんですが、父親が亡くなったのが1988年でした。その翌年1989年にアメリカで原因が見つかりました。それがこの左、これ電子顕微鏡の写真ですが、小さなウイルスですね、今では C 型肝炎ウイルスと呼ばれている、本当に小さなウイルスのために父親は命を奪われたわけであります。原因が分かりましたから、世界中の研究者や製薬会社がバーッとこう治療法の開発に取り掛かりました。本当たくさんの研究者が一生懸命研究したんですが、25年かかってついに2014年に特効薬が生まれました。それがハーモニーと呼ばれている薬です。今何種類かもう同じような薬がありますが、最初に完成して販売されたのがハーボニーです。
これはですね、素晴らしい薬です。飲み薬なんです。1日1錠飲むだけで、注射じゃなくて、もう、この小さな錠剤を飲むだけでいいと。それを3ヶ月続けますと、患者さんからこの C 型肝炎ウイルスが消えてなくなるという、本当に夢のような薬が医学研究の成果としてできたわけです。ですから今だったら父親はですね、命を失うことはなかったと思います。この薬さえあれば80歳、90歳まで長生き、今に生きてたら90ぐらいですので、本当に残念だなというふうに思いますが、このようにですね、医学研究というのは、かつては今は治らない薬を、今は治らない病気をやっつける、それが私たち医学研究者の共通の目標であります。ただ、時間はかかるんです。20年、30年、くらい平気、普通にかかってしまいます。去年ですね、京都大学、私たちの大先輩の本庄佑先生がノーベル医学生理学賞を受賞されましたが、がんに対する画期的な薬の開発につながる研究されたんですが、本庄先生がその研究されたのももう20年以上前なんですね。ですから本庄先生のご研究も最初の研究から薬ができるまではもう20数年の時間がかかっている。だから私たちはもうマラソンみたいな、すごいすごい、ものすごい長いウルトラマラソンを毎日やってるような、そういう感覚を持って毎日仕事をしています。ただゴールはこのように病気をやっつけたいと。で、私自身はこの新型肝炎の薬の開発には全く携わりませんでした。全然別の研究をしていました。日本で大学院に帰りまして4年間、学生をもう一度やって、で、学位をいただきまして、その後はアメリカに渡りまして、さらに研究者としてのトレーニングを続けました。で、1995年頃、ちょうど私が30歳のですね、前半をアメリカで過ごしましたが、その時の写真をお見せしますが、これが1995年、33歳の私と私のボスのトム・イネアリティ先生です。で、この写真を お見せするほぼ唯一の理由は、33歳の時は僕もふさふさだったという、そういう感じでお見せたいだけなんですけれども、3年半くらいアメリカで修行を受けましたが、このアメリカでの3年半がですね、私にとってはもういろんな意味で宝物のような時間となりました。いろんなことを学びました。実験の技術等もいろいろ学びましたが、一番この期間に学んだ中で、いまだに私が大切にしていることがあります。それは細胞でも実験の技術でもなくて、生きていく上でのモットーです。どんなモットーかというと、VW という言葉であります。で、これを教えてくれましたのが、当時の研究所長のロバート・マーレ先生、今は名誉所長をされていますが、私は父親を亡くしてすぐにアメリカに、数年でアメリカに行っていますので、何と言いますか、アメリカのお父さん、研究のお父さん、そんな感じで、未だに家族ぐるみでご指導をいただいているマーレ先生ですが、彼がですね、ある時私たち若い研究者を集めまして、研究者として成功するための秘訣を教えてやろうと。で、それは VW というふうにおっしゃいました。マーレ先生は当時も今もこのドイツのフォルクスワーゲンに乗っておられまして、このご自身の車になぞらえて VW とおっしゃったと思うんですが、この場合の VW は当然車の話ではなくて、何の話かと言いますと、ビジョン&ワークハードだと。
というふうにおっしゃいました。しっかりしたビジョンを持って一生懸命努力すれば、絶対成功するよと。これをですね、その後、30年間僕はずっとこう大切に、覚えやすい、V ダブルですから二文字ですので、時々ですね、今ノーベル賞をいただいてから色紙をお願いされることが多くてですね、その時に山中先生何か一言って言われるんですが、僕はよく VW って書いて、何ですかそれ、よく言われるんですが、こういうビジョン、ワークハードと。で、これ日本人はですね、ワークハードにかけては全く問題ありません。みんなワークハードをほっといても一生懸命頑張るのが私たちですけれども、ビジョンを持つのが実は苦手のように感じています。この時マーリー先生は私に、深夜、君のビジョンは何だというふうに言われました。で、僕はスラスラと、いやそれはマーリー先生、僕はこうやってアメリカまで来ているわけですから、一生懸命実験をして一生懸命働いていい論文を書きたいんです、いい論文書くことによって研究費をいっぱいもらいたいですと。そして研究費をいっぱいもらって将来は教授になりたいですと。それが僕のビジョンですというふうにスラスラ答えますと、マーレ先生が、いや深夜、それはちゃうやろと。ところで今大阪弁で話していますが、当然当時は英語で話していますので、ちょっと大阪弁に訳しているだけですけどね、深夜それはちゃうやろと。それはいい論文を書いたり研究費いっぱいもらうというのはワークハードの手段に過ぎない、それはビジョンではないと。本当のビジョンは何なんだ、何のために研究者になったんだ、何のためにアメリカまで来たんだというふうに、問い詰められまして、それでようやくですね、わずか数年前に自分がなぜ外科医を辞めて研究者になったかということを思い出しました。皆さん覚えていますか。5分ぐらい前に話しましたが、私が研究者になったのは父親のように今の医学では、当時の医学では治せない患者さんを研究の力によって治すようにしたい、そういう思いから研究者になったんだ、それが自分のビジョンだということを思い出しました。こんな単純で、簡単なビジョンなのにすぐ忘れるというのが本当に怖いね。いまだに時々忘れてしまいます。一生懸命こう仕事をで追われていると自分のこうビジョンわからなくなってしまって、でもそういう時にですね、この VW を思い出すと、自分は患者さんに貢献するために研究してるんだということを思い出して、そこからどういう方向に行ったらいいかというのがおのずと見えてくるということが非常に多いんです。いまだにこうこの言葉に助けていただいています。こうやってこの VW を紹介しているのも、半分以上は自分にまた言い聞かせるために言っているような感じであります。で、日本に帰ってからですね、最初はなかなか研究うまくいかなかったんですが、1999年、37歳の時ですが、大きなチャンスをいただきました。どういうチャンスかと言いますと、新しい大学で雇っていただきました。それが奈良にございます。奈良先端科学技術大学院大学。いう大学になります。略して奈良先端大、英語の頭文字で NICE と、沖縄科学技術大学院大学 OS と非常によく似ていますが、ちなみにこの奈良先端大のことを知ってる人はどれくらいいますか。ちょっと手を挙げてください。はい、10人、20人、ありがとうございます。実はですね、僕もここで雇ってもらうまでは知らなかったので、皆さんが知らなくても
当然かもしれないんですが、奈良先端大はですね、大学院しかない大学なんですね。学部がありません。ですから高校生の皆さんは直接はこの大学に行けない、受験はできないので、知らなくても当然なんですが、大学院しかない全国の理系の大学を卒業した人が、その後さらに大学院生として研究を続けたいと、そういう人のためにできたのが奈良先端大です。今日のこの講演を開いていただいているオイストも同じように大学院しかない大学ですが、世界中からのトップの研究者が何十人も集まって、ここから1時間くらいのところにオイストはあります。奈良先端大はない人は奈良なんですが、ここでですね、私は自分の研究室を持たさせていただきました。まだ准教授、当時は助教授と呼んでいましたが、そういうポストでありましたが、上に教授がいない研究室でしたので、自分自身の研究室、山中研究室を生まれて初めて持つというチャンスをいただきました。37歳の時でありました。で、ここにですね、1909年12月に着任いたしました。で、見ていただいたら分かるように、非常に広大な敷地に、最先端のこうキャンパスでですね、当時他の大学ではなかなか買えないような機械もいっぱいありましたし、周辺 の、 京都大学とか大阪大学、また東京大学等からですね、30代の若手の研究者を教授とか准教授で集めているという、そういう本当に研究にとっては最高の環境がありました。でそこでこういうチャンスをいただきましたので、これはもう頑張るしかないと思って着任したのを覚えています。もう20年前になりましたけれども、で、はい、入るとですね、すぐに、大きなチャレンジ、大きな問題があるということが分かりました。12月に着任して、4月になったら大学院生がいっぱい入ってくるわけです。20くらいの研究室がありまして、大学院生が120名入ってくるわけですが、その大学院生がどこの研究室に行くかっていうのは、大学院生の方が選ぶ権利があるというシステムになっていました。ということで、有名な教授の先生いっぱいおられますから、そういう有名な先生のところにはどんどんいい学生さんが入ってくると。で、各教室定員が決まってるんですが、定員を超える希望者があった場合は、入試の成績の上位の人から希望のところに入れるということになっていますから、有名な先生のところにはどんどんいい学生さんが入ってきて、さらに良くなると。一方で人気のないところにはですね、一番人気のないところは過去5年間学生さんが一人も入っていないと、そういう非常にこう弱肉強食の争奪、学生さん争奪合戦が毎年4月5月に繰り広げられるということを入って初めて知りまして、これは困りました。どうすれば私のような新米の研究室で、他はほぼ全員教授なんですが、私だけ准教授、当時助教授と呼ばれていた、なんて言いますか、半人前のような感じがありまして、すごい有名な先生がいますが、僕は全然有名じゃなかったですし、研究費もちょっとしか持っていませんでしたし、そういう弱小研究室に学生さん来てくれるのかなと、大学院大学にせっかく行ったのに大学院生が誰も来てくれなかったら、ちょっとやっぱ困ったことになります。で、どうしようと、急には有名にもなれないですし、急には研究費もいっぱいもらえないですし、急に教授にもなれないですし、これ困ったなと思ったんですが、その時に僕を救ってくれたのが、やっぱりさっきの VW の言葉でした。そう、ビジョンだったらすぐ作れると思いました。魅力的な研究室の目標といいますか、ビジョンを作ればそれに惹かれて大学院生が来てくれるじゃないかと思いまして、一生懸命考えて作ったビジョンが結局 iPS 細胞につながったビジョンです。これが当時作った研究室のビジョンであります。当時ですね、ES 細胞という細胞が研究者の間でよく話題になっていました。
ES 細胞のこと知ってる人はどれくらいいますか？何でも手を挙げてもらって申し上げます。さすがですね。半分以上の人が知ってます。ES 細胞というのは受精卵から作る万能細胞です。受精卵というのはある意味万能です。1個の受精卵が全身すべて何十兆個の細胞になれるわけですし、1個の受精卵から脳の細胞、心臓の細胞、皮膚の細胞、血液の細胞、全部の細胞を作るわけですから、そういう意味で万能細胞と呼ばれているわけですが、人間の ES 細胞もこの私が奈良センターに台に行く前の年にアメリカでできました。で、この万能細胞を使えば人間のありとあらゆる細胞を大量に作れるわけですから、医療にすごい貢献するということですごい期待されていたわけですが、唯一の問題点は受精卵からしかできない。じゃあ人間の受精卵どうやってもらうのか。それはどうやって作ったかと言いますと、不妊治療を行っておられるお医者さんのところに行きまして、で不妊治療の時に人工受精をさせるわけですが、治療に使われなかった受精卵がそのまま凍結保存されて、不妊治療しているクリニックの冷蔵庫、冷凍庫に保存されています。でその多くはもうずっと使われないままずっと凍結されていますが、その凍結されている使われなかった受精卵をアメリカの研究者がそのご両親の了解を得ていただいて作ったのが ES 細胞という万能細胞です。ただやはり同じ受精卵を他の女性に子供さんができない他のカップルにその受精卵を渡せば10ヶ月後には赤ちゃんになる力のある細胞ですから、たとえ医学に役立つ可能性があるといえ、その細胞から実験室で万能細胞を作っていいのかという大きな倫理的なハードルといいますか問題点があったわけです。そこでですね、じゃあ ES 細胞と同じような万能細胞を受精卵以外から作れないか。大人の細胞、皮膚の細胞とか取ってきやすい細胞、大人の細胞からなんとか研究、科学の力で万能細胞を作れないか、こういう、壮大な夢のような話を自分自身の研究室のビジョンにしました。コンピューターと同じで、コンピューターもですね、勝った時はですね、コンピューターのハードディスクとかメモリーですね、新品の時は何もまだ書き込まれてないわけです。受精卵も同じような感じで、受精卵の時は何もまだ書き込まれていないですが、そこからいろんな情報がこうインプットされていろんな細胞になるわけですが、コンピューターもあっという間にハードディスクいっぱいになってしまうと思いますが、でもリセットボタンを押して初期化するとまた元に戻るわけです。細胞でも同じことができるんじゃないか、リセットできるんじゃないかという、外科医的なある意味単純な発想でこういうビジョンを掲げました。そして、これとほとんど同じスライドを使って、2000年の4月に120名の学生さん、大学院生の前で自分の研究室の宣伝を、自分の研究室のビジョンをこう一生懸命宣伝したのを覚えています。これを一緒にやりましょう、山中研究室でこれ一緒にやりましょうと。ただですね、私ももうすでに基礎研究を始めてから10年以上経っていましたから、これはそんなに簡単じゃない、非常に難しい、何年かかるか分かんない、10年、20年、30年というかもう一生かかってもできない可能性も十分あると、そういうことはよく分かっていたんですが、そういう難しいという話は一切学生さんに話さずに、これができたらどんなに素晴らしいかという話だけをこう30分間とうとうと話しました。ですからあんまりですね、先生のことを鵜呑みにしない方がいいかもしれませんが、僕も必死でそういうことをやったわけです。そうしますとですね、作戦が成功いたしまして、3名騙されて入ってくれました。それがこの3名でありまして、私にとっては忘れることのできない初めての大学院生です。実は成功が
成功しすぎまして20名以上希望してくれました。ただ僕の研究室の定員は3名で決まっていましたので、この3名になったわけです。これはですね、その2年後のマスター修士の修了式に撮った写真ですから、こう着物とかスーツ着てるわけですが、先ほど言いましたように、希望者が定員を上回った場合は入試の成績の上位の人から好きなところに入ります。唯一の男性の高橋君、彼はですね、で、成績だけだったらもしかしたら入れなかったかもしれないですけれども、面接、希望者と一人一人面接をするんですけれども、その面接をした時に僕はこの高橋君になんかこう惚れ込んでしまいました。たくさんの学生さん面接していますが、そんなことはほとんどないんですけれども、なぜかというとですね、加代さん、徳沢さんのように入試の成績が非常にいい子は自分の成績を教えてもらえるんですね。ジムに行けば、でそうするとみんな自分の成績はしか教えてもらえないですが、情報交換はもちろんしますので、山中研究室を希望している20名中自分が何番くらいかっていうのは大体分かるわけです。そうすると海保さん、徳田さんは私大丈夫だわということでそのまま希望してくれるんですが、そのボーダーラインであったりボーダーより下の人はちょっと待てよ、このまま山中先生のところを希望していると落っこちてしまうかもしれない。でそこで落っこちてしまうと第二志望、第三志望ももう埋まっていて、自分はなんかこう全然行きたくないところに行くことになってしまうかもしれないとか、そういう駆け引きを当然しますので、当然ですよね、それぐらいですから、ボーダーラインからのくらいの人はどん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 こう希望を変えていくわけですが、高橋君だけはですね、最後まで、いや山中先生、僕は先生のところに入れる可能性が少しでもあるんだったら最後まで山中研を第一希望にします、こうなんかこう胸を張って、言ってくれてですね、それにすごく感激いたしまして、とはいえ入試の成績変えれないですから、どうかなと思っていたところ、なんとか3つ目の枠にギリギリセーフで滑り込んで入ってくれたのが高橋君です。ということで、高橋君の名誉のために言っておきますが、彼は工学部出身だったんですね。学生時代は生物のことは全く勉強しなかったわけです。ですから、入試の成績がそんなに良くなかったのは当然だったんですが、で実際研究室に来た当初は、もう大変でした。加代さん、徳田さんはずっと学部でも生物をやっていましたから、実験をどん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 やっていくんですが、高橋君はもうとんでもない失敗をよくするので、加代さん、徳田さんがお母さんのように心配して見守っていたのを見えていますが、ただですね、この2年後のマスターの時には、高橋君はベスト学生賞というのを2人しかもらえないんですが、そのうちの1人に選ばれましたから、全然別のことをやっても、やる気さえあれば伸びていくんだという、本当にそういう、典型例が高橋君でした。でですね、先ほどの体の細胞から万能細胞を作る10年、20年かかるかもしれないと思っていたんですが、こういう若いメンバーが一生懸命頑張ってくれたので20年かかりませんでした。結局6年でできました。彼らの頑張りでできたのが iPS 細胞です。まずはネズミマウスで成功しました、2006年。そして翌2007年には同じ方法で人間の iPS 細胞を作ることに成功しました。どうやって細胞をリセットするか、最初はちょっと全く分からなかったんですが、結局ですね、できてみたら非常に簡単でした。この真ん中の上に書いてある4つの
オクトス2法、ソクス2、ケール4、C3 って書いてあるんです。これは遺伝子の名前ですけれども、私たちの体、ネズミも人間も大体2万数千個くらいの遺伝子があります。その2万数千から4つの組み合わせを6年かけて、絞り込んだわけであります。でこの4つの遺伝子をネズミや人間の皮膚の細胞に外から送り込みますと、本当にあら不思議という感じなんですが、皮膚だった細胞がリセットされまして受精卵に近い状態に戻りまして、で結果として ES 細胞と区別のつかない細胞になると。ただ ES 細胞、能力的には ES 細胞と区別つかないんですが、ES 細胞の E はエンブリオの E なんですね。受精卵から作ったステムセルなので ES 細胞と呼ばれているんですが、この新しい細胞はエンブリオは使いません。使っているのは大人の皮膚の大人の細胞ですから、ES 細胞ではありません。能力的には ES 細胞と同じですが、じゃあ新しい名前を付けないとダメだということで、でも目標としたのが ES 細胞ですから、できるだけ ES 細胞と同じような名前にしようと。でも S は決まっているんです。ステムセルの S ですから、 S は決まっていますから、そうなるとあと一文字ということで、もう A から順番にですね、AS 細胞、BS 細胞、CS 細胞とこう順番に考えていくわけですが、インターネットで調べますと、もう AS も BS も CS も全部他の何かに使われていました。BS とか CS はテレビで使われているわけですし、本当、ものの見事に DS はゲームだし、AS もなんか使われていましたし、残念ながら2文字ではいくら頑張ってももう無理だと。ということで、じゃあ3文字だったらどうかということで、3文字まで広げますと、まあ、それでも S は決まっていますが、2文字の組み合わせですので、この IPS というのは当時の少なくとも僕のインターネットサーチでは他の名前に引っかからなかったので、これにしようと。で一応ですね、英語の人工多能性幹細胞インデュースプリポートステムセル、まあ、これの頭文字でもあるんですが、まあ、IPS 細胞という名前に落ち着いたわけであります。当時ですね、2006年、ちょうどアップルが販売しましたiPod という音楽を聴く装置ですね、それが流行っていた頃でしたので、まあ、ちょっとパクっちゃえということで、まあ、iPod を文字にしました。まあ、できるだけ2文字にできるだけ近づけたかったというのもあるんですが、というふうにできたのが iPS 細胞です。でこのように私が代表して紹介させていただくことが多いですが、実際に iPS 細胞を作ったのは私ではありません。私の研究室のメンバー、若いメンバーが頑張って作ってくれました。特にですね、次にお見せする3名が立役者です。これがその3名でありまして、徳澤さんと高橋君は先ほど紹介した初めての大学院生です。もう一人の海王さんがもうすぐ戻ってくれましたが、彼女は修士を出て、就職されましたので iPS のできた頃にはもうおられなかったんですが、岡田さん、高橋君は、ドクターも僕のところで取りましたので、まさにこの2人、それからもう一人、市坂さんは大学院生ではありません。技術員という難しい実験を専門的にやってくれる非常に大切な職種が研究には必要なんですが、私の研究室の初めての技術員が一作さんです。この3名がいなかったら iPS 細胞は私のところではできていなかったと思います。当時ですね、ボストンの MIT であったり、マサチューセッツ工科大学ですね、あとイギリスのケンブリッジ大学といったところで、ものすごいこう有名な強力な研究室が同じようなことをしていましたので、この3人がいなかったら多分ボストンかケンブリッジかでできていて、全然違う名前になっていたと思います。本当にこの3名をはじめとする、初期のメンバーに心から感謝しています。3人とも20代の時のにやってくれたことです。でですね、この iPS 細胞、すでに先ほどビデオでもありました。
そこでも紹介していました。この iPS 細胞というのは2つの性質があります。 ES 細胞と同じ2つの性質です。ということはすなわち受精卵と同じ2つの性質でありまして、先ほども言いましたようにほぼ無限に増やすことができます。受精卵1個が数十兆個に増えますが、この iPS 細胞もわずか数少ない細胞がもう何十億個何百億個と増やすことができます。増えるだけではなくて、増やした後でさらに毛を加えますと、神経の細胞とか心臓の細胞とか肝臓、膵臓、ありとあらゆる細胞に作り変えることができます。最初は皮膚の細胞から作りましたが、今はですねもっと簡単に、採取できる細胞から作っています。どんな細胞かといいますと、血液、皆さんも年に1回くらい健康診断等でですね採血することがあるかもしれませんが、その時に試験管1本分だけ余分に採血していただくと、皆さんお一人お一人から作ることができるのが iPS 細胞です。でこの血液の細胞、血液の中でもリンパ球と呼ばれる免疫に関わる細胞ですが、そのリンパ球から作ります。でリンパ球というのはほとんど増えません。待てど暮らせどもリンパ球はリンパ球のままなんですが、そこにですね先ほどの4つの因子を送り込みますと全然違う細胞に変わります。でこれはリンパ球が iPS 細胞に変わっていくところですが、どんどん増えていってですね、こんなふうに、これは2週間分ずっと顕微鏡で写真を撮り続けまして、それを10秒くらいに縮めた写真ですけれども、ですが時間は2週間3週間かかりますが、皮膚だった細胞もしくは血液だった細胞がこれ全然形の違う細胞に変わりまして、これが iPS 細胞です。細胞の培養というのはこういうプラスチックのお皿で行います。でわずか数ミリリットルの血液から iPS 細胞ができるわけですが、iPS 細胞になるとですね、この1枚のお皿に大体100万個ぐらい細胞が培養することができますが、これを何百枚ですから1億個、さらには何千枚、何万枚と、何十億個、何百億個と増やすことができます。増やした後でさらにいろんな薬等で処理をしますと、いろんな細胞に変えることができまして、例えばですね、このような拍動する心臓の細胞を大量に作り出すことができます。でこの技術を使って今私たちは私たちのビジョンである今治せない病気を近い将来治したいということに一生懸命取り組んでいます。2つの医療応用があります。それがこの2つですね、右に書いてある再生医療と薬の開発です。で残りの時間でこの2つの使い方を簡単に紹介しますが、まず再生医療、iPS 細胞から作った細胞を患者さんに移植して機能を再生するというのが再生医療です。これを一番、行っておられるのが神戸の高橋正代先生です。iPS 細胞を使った再生医療ではですね、日本が世界をリードしています。その中でも一番世界の先頭を走っているのがこの高橋正代先生。神戸の理化学研究所で活動されていますが、眼科医でもあります。加齢黄斑変性というこの一番右上に書いてある難しい名前の病気がありますが、網膜の病気でありまして日本でもどんどん増えています。50歳以上になると100人に1人くらいこの病気になると言われる網膜の病気でありまして、最悪の場合は失明してしまうという病気でありますが、この病気の患者さんご自身の皮膚の細胞から高橋先生のチームが iPS 細胞を作られまして、そして iPS 細胞から網膜の細胞を作られました。この後ろに写っているのがiPS 細胞から作られた網膜の細胞の顕微鏡写真です。一番左上は肉眼で見た網膜の細胞をシート状に加工したのが左上の写真ですが、このシート状に加工したところから必要な大きさだけを切り取られています。
それを患者さんの傷んでしまった網膜の細胞と入れ替えるという手術を2014年、早くも5年くらいになりましたが、5年くらい前に実施されました。でこの最初の手術は世界初の手術ですが、非常にうまくいきまして、患者さんも満足されているというふうに伺っています。ただですね、1例目は成功と言っていいと思うんですが、私たちもいろんな形でお手伝いいたしましたが、この1例目の手術からなかなか大変だということも学びました。それどんな点で大変かというと、お金と時間がかかりすぎるということです。これがですね、患者さんご自身の iPS 細胞を使った再生療のいろんなステップを書いていますが、患者さんから皮膚とか血液の細胞を取ってきまして、 iPS 細胞に作り替えまして、iPS 細胞で品質強化をして、さらにそこから網膜の細胞に作り替えて、網膜の細胞の品質強化をもう一度行って、ようやく移植できるということで、半年くらいの時間がかかってしまいます。さらに一人当たり数千万円の費用がかかります。ということで、一人だけの患者さんだったらいいですけど、何千人何万人という患者さんの治療をしようとすると、お金と時間がかかりすぎるということで、今私たちはじゃあ違うやり方を考えようということで行っているのが、この下に書いてある再生医療用の iPS 細胞ストップという事業です。これはどういうことかというと、こういうことでありまして、服に例えますと、患者さんご自身の細胞を使う再生医療というのは、完全オーダーメイドの服を作るのと同じです。一人一人採寸をきちっとしまして、もうその人にぴったりの服を作ると。これは非常に理想的なんですが、やっぱり数週間の時間がかかりますし、ずいぶん高い、スーツにしてもずいぶん高くなってしまいます。じゃあ、時間と費用を節約するためにも、1種類だけスーツを作っておいて、お客さん、誰が来てもみんな同じサイズを着てもらうと。これはですね、一番、早くて、しかも安くするわけですが、偶然サイズがぴったり合えばいいですが、多くの人の場合は、こうなの小さすぎる、もしくは大きすぎるということで、使い物にならないわけです。じゃあ、この場合はどうしているかというと、こういうことをしているんですね。あらかじめ何種類か、10種類くらいのいろんな大きさを作っておけば、どんなお客さんが来てもどれかにはぴったり合うということで、服、既製服が対応しているわけですが、細胞でも同じことをしようと、iPS 細胞でも同じことをしようというのが iPS 細胞ストックです。ただですね、細胞の場合は大きさは誰でも一緒です。細胞の場合、何を揃えておかないとダメかというと、免疫のタイプです。一人一人違う免疫のタイプを持っています。違う免疫のタイプの細胞を移植すると拒絶されてしまいます。移植した細胞はすぐにもう潰されてしまいます。それどころか拒絶反応が全身非常に強く出て患者さん亡くなってしまう場合もあります。免疫のタイプをいろいろ揃える必要があるんですが、この免疫のタイプって1万種類以上あります。今日この会場に500人くらいの皆さん来ていただいていますが、同じ免疫のタイプを持っている人はおそらくいないと思います。しかしですね、非常に便利な有用な特殊な免疫のタイプを持っている人がいます。この会場にも多分1人くらいおられるかもしれません。どういう方かというと、このちょっと専門用語になりますが、 HLA ホモドナーと呼ばれる方です。より簡単にスーパードナーと呼んだりしていますが、免疫のタイプもですね、他のいろんなものと一緒で、遺伝します。お父さんとお母さんがそれぞれ、遺伝子を引き継ぐわけです。でこのスライドは免疫のタイプを色で表しています。上の10名、まあ、10人の患者さんと呼んでください。10名全員お父さんとお母さん違う色の免疫のタイプを引き継いでいます。色の組み合わせですから非常に複雑です。この10名誰も同じ色のタイプを持っている人がいません。ということは、この人たちに色が合う
細胞を用意しようと思うと結局10人全員から作らないとダメなんですが、たまたまですねお父さんとお母さんから同じ免疫のタイプを遺伝した遺伝する引き継ぐ人が500人から1000人に1人くらい平均するといるんですね。ですからこの回数にも1人くらいいるかもしれないんですが、それがこの HLA ホモドナーのスーパードナーの方です。このスーパードナー、ホモドナーの方から iPS 細胞を作るとどうなるかといいますと、上の10名のうちこの矢印の先の4名この人には移植可能になります。なぜなら上の4名、矢印の先の4名は赤とそれ以外の何色かを持っていますので、下から赤だけやってくると赤は OK、 自分も赤持ってるということで自分と区別できないという道理になりますので、たった1人のドナーで10人中4人に適合できるという意味でスーパードナーというふうに呼んでいるわけであります。で実際どういうことを行っているかというと、こういうことを行っていまして、スーパードナーの方はどうやって見つけているかといいますと、ここには書いていませんが、日赤、日本赤十字社がさまざまな輸血に関する事業を行っております。血小板輸血であったり、あと骨髄バンク、また再対決バンク、こういった事業では何万人という日本人の免疫のタイプをすでに調べておられます。でそういう日赤のご好意で使うスーパードナーの方を効率よく見つけることができています。もうすでに20数名のスーパードナーの方を見つけていまして、でそういう方から血液をいただいて、iPS 細胞を作って徹底的に品質を化したものをその iPS 細胞を必要とする他の研究者に配布している、これが再生医療用の iPS 細胞試験というの事業です。で、すでにですね2015年からこの iPS 細胞ストックの提供を開始しております。やはり同じ高橋正先生のチームが2017年、もう2年前になりましたが、私たちの細胞から作った網膜の細胞を網膜の病気、加齢黄斑変性の患者さんに移植するという手術を行われました。5名の患者さんに手術を行うという予定でしたが、2017年度中に予定していた5人全員の手術を完了されています。患者さんご自身の細胞を使った2014年の時はもう1人の患者さんの手術するのにものすごく大変だったんですが、このようにストックの細胞を使うと5名の患者さんも待っているように終わりました。でこの網膜に引き継いで行われたのがパーキンソン病と呼ばれる病気があります。これは頭の中の特殊な神経細胞が機能が損なわれて起こる病気で、全身がこうスムーズに動かすことができなくなる大変な病気です。最終的には車椅子になったり寝たきりになったりする病気で、こちらもですねどんどん高齢化に伴って患者さん増えています。もう60歳以上になると100名に1人くらいこの病気パーキンソン病になると言われています。日本でも永六輔さんであったり、モハメド・アリ、ボクサーですね、そういう人がこの病気と戦っておられますが、この病気に対して私たちの研究所の高橋淳先生が iPS 細胞を使った再生医療に取り掛かっています。で iPS 細胞から脳の特殊な神経細胞を作り出すことに成功していまして、これをですね再生医療に使うという試験、臨床試験の一つの種類が治験ですが、これが去年厚生労働省に許可していただいております。そして去年の10月に最初の患者さん、1例目の患者さんに対する移植手術を行いました。
ということでですね、今パーキンソン病と網膜の話だけご紹介しましたが、それ以外にもですね、心不全とか脊髄損傷とか血液の病気、がん、糖尿病、で関節の病気、いろんな病気に対して iPS 細胞ストックを使った治療、再生療の計画がどんどん進んでいます。でもう一つの iPS 細胞の使い方が薬の開発です。これを最後に少しだけご紹介したいと思います。どういうふうに役立つかというと、こんなふうにですね、患者さんご自身の血液もしくは皮膚の細胞をいただいて iPS 細胞を作りまして、でその患者さんが病気になっている部分の細胞を大量に作り出すことができるようになりました。そうすると脳の病気の方であったり、今までですね、脳の病気の研究をするために脳の細胞をくださいと言ってもなかなか、はい分かりましたというふうにこう脳の細胞なんか使えないわけですが、この方法だと血液さえ少しもらいますと iPS 細胞に作り変えて増やしてから脳の細胞を大量に、患者さんと同じ遺伝子を持った脳の細胞を大量に作り出すことができます。そうしますとその細胞を使って病気の原因とか治療法の開発を行うことができるわけです。で今日は病気として一つだけ紹介します。 FOP と呼ばれている希少難病、患者さんが少ない難病があります。進行性骨化性繊維形成症という非常に難しい、英語の頭文字を取って FOP と呼んでいますが、これはですね、全身の筋肉とかアキレス腱とか靭帯、伸び縮みする組織ですね、その中に骨ができてしまいます。大変な病気です。左側が正常の胸の骨の模式図です。この FOP の病気になってしまいますと、もうあらゆる筋肉に、こう肋骨と肋骨の間の筋肉とか背中の筋肉とか、そういうところにどんどんこう骨ができてしまいます。ということでもう動かなくなってしまいます。最終的には呼吸もできなくなってしまうという大変な病気です。で日本では80名くらいしか患者さんがいません。でこの病気はですね、お父さんお母さんの体の中で卵子精子ができるときに突然変異が起きてしまって起こる病気ですので、誰に起こるかわからない、誰にでも起こる可能性がある病気です。で非常に患者さん少ないんですが、私たちは8年くらい前に一人の患者さんに出会いました。それがですね、この左側の番目の山本君という兵庫県にお住まいの男の子でありまして、出会った時は小学生ですが、今はもう高校も卒業されて、今日皆さんと同じぐらいの年頃です。一見ですね、いつもニコニコしていて健康そうに見えますが、非常に痩せています。なぜかというと顔のほっぺたの筋肉にも骨がいっぱいできてしまっていますので、口を開けることができないんですね。ですから食べ盛りのように食べることができない、流動食しか食べることができないということで、痩せてしまっていますし、あと背中もですね、こう背中の筋肉も骨がいっぱいできているので、こうどうしてもこう前かがみしかなれないという、徐々に進行してくるのが大変な、この病気の大変なところです。で2年前に緊急症来られた時に一緒に写真撮りました。写真を撮る前に山本君が、先生これやってくださいと言われたので、僕たち研究者よく意味も分からずにこうやって、いるわけですが、写真撮り終わってから山本君、これどういう意味って聞いたら、先生知らなかったんですかと、これは僕たちの病気の薬を早く作ってください、一日も早く作ってくださいという意味ですということを言われて、ちょっと愕然とした脳を覚えています。非常に重いメッセージです。ただですね、この山本君もいつも一緒に来られるお母さんも、自分たちには間に合わない可能性が高いということはよく分かっていただいています。研究というのは5年10年20年という時間かかりますから、間に合わない可能性が高いと。でも同じ病気の
次の患者さんのために一日も早く作ってくださいというのが彼の願いなんですけれども、この山本君の強い思いを徳次田先生と池谷先生という私たちの同僚が受け止めまして、彼からのですね iPS 細胞を作りました。そして iPS 細胞から骨ができる細胞を作りまして、どうしてこの患者さんの体の中ではどん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 異常な骨ができてしまうんだろうという研究を行いました。 iPS 細胞があるからそういう研究ができるようになりました。 iPS 細胞ない時はですね、この患者さんの例えば筋肉を少しいただいて研究しようと思いますと、それがきっかけになってその筋肉の部分の骨がいっぱいできたりするのでできなかったんですが、iPS 細胞だったら皮膚を少しだけもらったり血液を少しもらったら作れますので、そういう研究ができるようになりました。その結果病気の原因がだいぶ分かってきまして、でさらには病気の進行を止める可能性のある薬も見つかりました。でその薬が他の病気で使われている薬でありましたので、研究開発がもう普通よりも早く進みまして、去年もう一昨年ですね、2017年には臨床試験、治験を開始することができました。日本に80名しか患者さんおられませんが、そのうちの20名を対象に iPS 細胞を使って見つけた薬の効果を今確認する試験を現在進行中で行っています。先ほどの山本君も20名のうちの1人ですので、なんとかこう効果があることを願っていますが、この骨ができるできないという評価ですから、ちょっと長期に見ないとなかなか結果発揮しないですけれども、かなりこう希望を持ってこの治験を見守っています。で、以上ですね、再生医療とそれから創薬についてもう少しずつがありますが、成果を今の進捗状況をお知らせ、ご紹介しました。で私たちの京都大学 iPS 細胞研究所は今この瞬間もですね、一生懸命共通のビジョンのもとに研究開発を進めています。なんとかですね、一日も早くたくさんの難病を苦しんでおられる方にこの iPS 細胞の成果を届けるべく、これからも頑張っていきたいと思います。どうかこれからも私たちの研究を温かく見守っていただけたら幸いです。今日はご清聴本当にありがとうございました。お迎えいたしたいと思います。大きな拍手でお迎えください。山本教授、よろしくお願いいたします。先ほどは素晴らしいご講演をしていただきまして誠にありがとうございました。それではここからは質疑応答のお時間です。事前に山中先生への質問を募りました。本日来場いただいております生徒学生の皆様からなんとおよそ260件もの質問が寄せられました。全部にお答えいただくのは時間の都合上難しいですので、あらかじめ選出をさせていただきました。まずは先にその質問からお答えいただきまして、お時間がございましたらフロアから質問をお受けしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは山中教授、準備はよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。最初の質問ですが、少し質問が似ているということで、お二人のお名前を私の方で読み上げますので、ご起立を願いたいと思います。よろしくお願いいたします。知念凛さん、そして新里いろはさん、ご起立をお願いいたします。はい、ありがとうございます。お二人の質問が少し似ているということで、質問をお一人ずつしていただきまして、山中教授にお答えをしていただきます。まずはお名前、そして学校名、
学年の自己紹介からしていただきまして、質問をよろしくお願いいたします。海防高校1年の知念凛です。私たちが使っていた英語の教科書に山中先生 の文章が載っていまして、そこでビジョン&ハードワークという言葉があったんですが、学生の私たちがそのビジョンを見つけ出すにはそれと どのようなことをやっていけばいいのか、具体的にどのようなことをしていけばよいとお考えなのかお聞かせしてほしいです。はい、ありがとうございます。そして審査の皆さん、お願いいたします。昭和薬科中3年の新里優派です。私はまだ自分の進路が決まってないんですけど、先生のように情熱を持って取り組める職業を見つけるきっかけや経験を教えてほしいです。よろしくお願いいたします。はい、ですね、私も今一生懸命研究者としてビジョンを追いかけていますが、そのビジョンを持つようになったのは30歳くらいになってからなんですね。学生時代は臨床医になる、臨床医の中でも、スポーツ選手を、専門的に見る医者になろうと思っていたんですが、今は全然違うことをしていますので、あんまり焦らずにですね、今の高校、中学高校大学の時代というのはできるだけいろんなことにこう取り組んでいて、その中で自分がこう夢中になれるものをこう探す、そういう時期じゃないかなと。なかなかこう最初からこれになろうと思って、選んでも、実際やってみて自分がこう夢中になれなかったら、ちょっとやっぱりそれは向いてないというか、その人のビジョンにはならないかもしれないので、今の間っていうのはできるだけいろんなことに挑戦してほしいと思っています。でそのうちにだんだん見つかってくるんじゃないかなと思いますので、はい、ありがとうございます。いかがですか。はい、ありがとうございました。続きまして、尾形春人さん、ご起立お願いいたします。それでは自己紹介していただきまして、質問をお願いいたします。那覇市立小禄中学校1年生の尾形春人です。僕は学年末試験前の勉強をしていたのですが、美術や音楽などの実技がある教科の学習を深めることに疑問を持っています。山中先生が学生だった時はどう考えていましたか。またその知識は今に生きていますか。教えてください。ですね、僕も美術とかですね、音楽、科目としてはそんなに得意ではなくて、そこまで熱心に勉強したとはちょっと正直言えないんですけれども、でも今になって思うのはやはり、今やっぱりすごく音楽とか美術に興味があるんですね。子供の頃はあんまりなかったので、今から思うともっとやっぱり、子供の時にせっかく先生が一生懸命教えてくれてたのに、もうちょっと真面目に勉強してたらよかったなと今頃になって思っていますから、だから多分ですね、中学校の時はそれを、いろいろ学ぶわけですけども、それを全部こう身につけるというよりは、いろんなことをこう楽しむくらいのつもりでやった方がいいんじゃないかなと。先ほどの質問にもあったように、将来どれが自分のビジョンになるか実は分からないんですね。ですから あんまりこう好き嫌いを決めてしまわずに、ちょっとこうなんていうか、もう少し受け止めるような気持ちでいろんなことにチャレンジしたらいいんじゃないかなと思います、はい、いかがでしょうか。ありがとうございます。続きまして、質問が似ているという
ということで、お二人お名前をお呼びさせていただきますので、ご起立をお願いいたします。ほかままどかさん、そしてウイチタイケイさん、ご起立をお願いいたします。沖縄工業高等専門学校2年の岡本香です。私は現在 IT について学んでいますが、これから将来医学の発展においてどのような技術やデバイスが必要になってくると思いますか。また山中先生が欲しい技術などもあれば教えていただけます教えていただけますか。同じく沖縄高専2年の上地大輝です。再生医療等の研究においてバイオニモティクスをどのように活かすことができるか教えていただきたいです。お願いします。今ですね、私たちの医学研究であったり生物学研究においても、膨大なデータ、いわゆるビッグデータを毎日のように扱っています。ですからそういうのを解析するためには IT の知識であったり、情報工学であったり、数学であったり、こうかつて生物学研究にはいらなかったような別の分野の知識になりがものすごい求められていますので、そういうですね、何と言いますか、生物だったら生物、医学だったら医学だけじゃなくて、こう複数の分野に、興味を持ってきて知識がある人が今どん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 やっぱり伸びてると思いますから。やっぱり繰り返しなんですけども、若い時っていうのはいろんなことに接して、いろいろできるだけこう貪欲にですね、取り入れてほしいなと本当に思います。僕がみんなぐらいの時は IT っていうことはなかったですよ。みんなが毎日のように使っている携帯電話とかの影も形もSNS とかも全くなかったわけです。でも今はそれがないと暮らせないような社会になっているわけです。ということは、みんなが歌えない、今から10年後、20年後は、おそらく今僕たちみんなでさえ思いもつかないようなものを使っていることにきっとなると思いますから、そうなってくると、いかにこう、どんどん新しいものを学べるか、取り入れるか、変われるかということがすごく大切になると思いますから、なんかそのためにもですね、今までできるだけこういろんなことに接する方が絶対いいと思います。いかがでしょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。質問は宮城桃香さん、よろしくお願いいたします。休養高校2年の宮城桃香です。山中先生、誰も正解を知らない、正解があるのかもわからない問題に取り組むことは怖くはありませんか。また実験に失敗はつきものだと思いますが、そこでめげずに挑戦する力の源は何でしょうか。逆に研究者という仕事はそういうことができる仕事です。要は今何ですね、科学がこんだけ進んでもまだ僕たちは自分自身の体にしても、いろんな物理学的な現象にしても、宇宙の成り立ちにしてもですね、ほんの少ししか理解してないんですね。9割以上は分かっていないわけです。なのにその1割分かっていることだけで分かっているような気になっているだけなので、科学者というのはその残りのまだまだ分かっていない9割を仕事として追い求めることにできる、ものすごい、それで給料ももらえる、ものすごいこういい仕事なので、ぜひなので、それを楽しめるのが研究者の仕事ですから、そういうことに興味を持つ人はぜひ研究者になってほしいなと思います。ぜひぜひなってください。いかがでしょう。はい、ありがとうございました。それではせっかくでございますので、フロアからもリモート
けしたいと思います。山中教授よろしいでしょうか。はい、それでは質問がある方挙手をお願いいたします。はい、山中教授ご指名をお願いいたします。たくさん上がってますね。どうしましょう。じゃあ今大きな声で入っていたして、はい、それではご起立お願いいたします。今マイクをスタッフが届けますので少々お待ちください。こんにちは。沖縄工業高等専門学校1年の比嘉亮です。山中先生はマラソン好きで、自己ベストが3時間25分という好記録をお持ちですが、自分もそういう走るのが好きで、先週行われた糸満平和トリンマラソンで4位という結果を残すことができました。で、その山中先生は研究しているときと走っているときとで考えていることが違うと思いますが、走っている最中に何か研究のこととかを考えたりしていますか。隠してください。ですね、基本的に走っているときはあんまり何も考えてないです。むしろ走っているときは頭をこう真っ白にすると言いますか、ですからよくですね、いろんなことを思いついたり、ひらめいたりするのは走ってる時っていうのはほとんどなくて、走り終わってこうシャワーを浴びる時とか、お風呂から出てビール飲む時とか、そういう時にあっと思うことがあるんですけども、走る時は逆にちょっと普段ずっと考えているので、むしろこう一旦リセットするようなつもりで走っています。ありがとうございます。またちょっと受けてください。ありがとうございます。それでは最後の質問です。挙手をお願いいたします。山中教授、ご指名お願いいたします。そうですか。じゃあ次は、女の子で、石井さん、今までの願いを。はい、お願いします。はい、どうぞ。マイクですね。少々お待ちください。海邦高校1年の金城理子です。先ほどの話でいろいろ iPS 細胞のことを聞いて、なんかこの iPS 細胞の発見だけでも、このすごいこの医学が進歩した感じがするんですけど、山中先生の考えるまだある、現代医療の課題みたいなものを教えてほしいです。ものすごい難しい質問現代医療の課題はもう本当にいっぱいあります。これまではですね、どちらかというと一種類の薬でたくさんの患者さんを治すような、そういう、ことが多かったんですね。一ついい薬ができると、それでもう何万人という人が同じ薬で助かるということが多かったんですが、そういう病気はどんどん報告されてきているわけですが、今残ってる薬、残ってる病気っていうのは結構一人一人の患者さんでこう薬の効き方も違う。例えば認知症、アルツハイマー病と言われている認知症がありますが、病名はみんな同じなんですが、実際は患者さんによって随分原因も症状も違うということが分かってきて、そうなってくるともう一人一人こう違う薬を投与しないと
ダメじゃないかというふうにだんだん考えを持たれてくるんですね。そうすると今までのやり方では対応できないので、先ほど質問あったIT とかいろんなビッグデータを活用してこうテーラーメイド医療とか言いますが、一人一人あったきめ細かい治療が必要になっていると思いますから、まあ、それにどう対応していくか、まあ、そこに iPS 細胞も貢献できるとは思うんですけれども、そういう、もう本当にいっぱい、それだけで3時間くらい話せるくらいのいっぱい問題あります。だからこの中で将来医学関係の仕事に過ごしてもきっと多いと思いますが、ぜひ若い力でそういうたくさんの課題を克服してほしいなと思っています。頑張ってください。ありがとうございます。山中教授に質問したい方多いと思いますが、時間もございますのでここで質疑応答を終了とさせていただきます。山中先生、最後となりますが、本日参加しています未来を担う子どもたちにまずメッセージをお願いいたします。はい、今日はですね、1時間半くらいにわたって、一生懸命聞いていただいて本当にありがとうございました。質問の答えとしてまた私の話の中でも少し触れましたが、ぜひですね、いろんなことに怖がらずにチャレンジしてほしいなと。もうみんな勉強を一生懸命やってると思いますが、勉強以外にもいろんなチャンスを見つけていろんなことにも取り組んでもらって、いっぱい失敗をしてもらいたいと思います。今の皆さんの時の失敗というのは経験につながっていく失敗ですので、失敗をすればするほどそれが20代、30代、40代、50代の時に宝になります。あんまり大人になってから失敗ばかりしてるとちょっといろいろまずいんですけれども、10代、20代の時っていうのは失敗が本当に宝になりますので、今の自分の特権だと思ってどんどんいろんなことに挑戦して、いっぱい失敗して、でもその中で自分が夢中になれることを見つけてほしいなと思います。そうするととってもこうやりがいの豊かな人生になっていくと思いますので、皆さんのこれからの活躍を心からお願いしています。今日は本当にありがとうございました。それでは本日最後のプログラムとなりました、沖縄科学技術大学院大学ロバート・バックマン副学長より閉会の挨拶を申し上げます。So that was a fantastic lecture and discussion from Professor Yamanaka, and I hope that you all enjoyed it.非常に山中教授により素晴らしく、また奮起させられるような講演でした。皆さんも楽しみいただけたことと思います。And I would like to thank Professor Yamanaka for taking the time to come and visit us all here in Okinawa. またここ沖縄にお越しいただき、ご講演いただきました山中教授に感謝申し上げます。 I think it's a day that we'll all remember, including me.私を含めまして、ここにいる全員がこの今日の日をずっと覚えていると思います。For us at OIST and for Professor Yamanaka, educating young generations like you in science and technology is critical for the future. 若い世代に科学技術を教育していくことは私たちの未来に不可欠なことです。And today's symposium is an excellent example to show you how exciting and important.Science can be. 今日のこの講演会はまさに科学がいかに面白くまた重要であるかを伝える絶好の機会となりました。OIST is honored to host this event jointly
with Ryukyu Shinpo. And I would like to thank those Ryukyu Shinpo for organizing the symposium today as part of their 125th anniversary celebration. OIST はこのようなイベントを琉球新報社と共同開催できることを光栄に思っております。創立125周年記念として今日の講演会を企画された琉球新報の皆様に感謝を申し上げます。 And I would also like to thank all of the other sponsors for their support as well. またスポンサーの皆様にも心より感謝申し上げます。 And I'd like to tell you that today's symposium is just the first of many more events that will be co-hosted in the future by Ryukyu Shinpo and OIST.Here in this beautiful auditorium. また今日の講演会は琉球新報社と OIST が共同開催する初めてのイベントとなりましたが、今後もこのようなイベントをこの美しい素晴らしいホールで共同開催できることを願っております。 In closing, on behalf of President Peter Grusz and all the members of OIST, I'd like to visit everyone to come out and see the OIST campus.最後に学長ピーター・グルース並びにオイスト全メンバーを代表しまして、皆さんにぜひオイストキャンパスへ足を運んでいただけますようにお願い申し上げます。 Actually, I'd like to ask, how many of you have already visited the OIST campus? 実際にオイストのキャンパス訪問してくださった方何人ぐらいいらっしゃいますか？ Ah, great! はい、たくさんですね。 So glad that you could come. Thank you.どうもありがとうございます。 So, I'd like once again to thank everyone, the organizer, Professor Yamanaka, and we hope to see you soon. Thank you. We'll see you again next